僕はカイネさんと接するたびどこか懐かしかった。無意識のうちにお姉さんとダブらせていたのかもしれません。やります。二度と会わなくて済むよ。ここで殺してやる。剣か。剣ではない。お前の腕が上がったのだ。存分に暴れよ。おばあちゃん、カイネさん、生きて戻ってきてください。お前たち、エミール、私を呼んでくれていたのはお前だな。僕のこと分かるんですか？エミールはエミールだ。私は間違いない。カイネさん、ありがとう。おかえり、カイネ。ずいぶん立派になった。どのくらい眠っていたんだ、私は。5年だよ。
5年間ヨナは探してるが、魔王の足取り自体なかなかつかめぬ。あの、これそれは月の涙。おばあちゃんのに負けないやつをって頑張って作ったんだけど。そうか、ありがとう。長く石化されていたカイネの目覚め、エミールの見せた優しさ、再び出会う喜びを俺たちは噛みしめていた。デボルさんたちからその話を聞くまでは。なぜなんだ、どうしてなんだ、デボルさん、ポポルさん。分かってちょうだい。揉め事が起きて危害が及ぶのはあなたたち自身なのよ。でも大丈夫ですよ、僕らなら外で寝ますから。待てよ、おかしいだろ。己の身を犠牲にして村を救ったカイネとエミールがなんで村から追い出されなきゃならない。だって僕らこんなんだし、みんな怖がりますよね。あなたにそう思ってもらえるだけでもう十分ですね、カイネさん。私は外の方が慣れてる。そんな。じゃあ外で待ってますね。すまないな。どうした。ちっとも気づかなかった。カイネがなぜ野宿していたか、ちっとも気づいてやれなかった。くそ。今日はもう休め。その夜は眠ることができなかった。デボルさんを初めて憎く思った。ポポルさんを冷たい人だと疑った。だがそんな俺の感情には意味がない。彼女たちは村を第一に考えた結果、ああいうしかなかっただけだ。村人たちを魔物の恐怖から守ろうとして言ったことだ。デボルさんとポポルさんの罪を責めるなんてできない。カイネたちの立場を知ろうともしなかった。俺も同罪なんだから。眠れたのか。はあ、目が赤いな。あまり思いつ、ポポルさんたちの。分かった。Thank you.
Thank you.
した演技たち。ハリケーンズ。オタクシーさん。え？アオタザクシタトゼーザー。イロタタトタテテチ入れて。イーラオイゼッソースカトタテアツテ。わかった。サワチ。枯れるアルテルは ラヌザ・アルテルはアルテルはこんにちは。はい、あれ、デチ君。それなら、俺、ギュッソグッズ。わかった。水車って便利ですけど、強リウタと、テッソ。強リウタと。アルテルはアルテルアルテルはウラーヌザアルテアルテルはウラーヌザアルテアルテアルテルはアルテルアアルテル
な砂漠でもたくましく生える植物はいるんでしょうか。皆無だろうな。なぜそう言い切れるのだ。本当にそんな植物があるのなら今頃砂漠は緑でいっぱいだろう。カイネさんは植えたことはあるんですか。いや。じゃあ分かんないですよね。何事もやってみなくっちゃ。そうだな。試してみなくては始まらないこともあろう。楽天的な奴らだな。今じゃ約束。
ないようだな。部品を取りに行くんですか？ああ、昔世話になった人がいてね。その人がいた灯台なんだ。世話になったというか、世話をしたというか。ないようだな。Thank you.
こんにちは。よう、意外だな。いいえ、あれは村の…そうだな。ええ、それと…なんだ？俺も、昨日は取り乱して…お前が謝る必要はないさ。彼女たちにも。ちゃんと伝えておく。